黒服の子。はあ、先輩の足を引っ張っちゃった。しかもそれを主任に見られたかも。はあ、ほっといてくれます、ほっといてくれます。おや、この店はね、音楽に合わせてカクテルを作ってくれる。ルーファース社長が大勢の新大兵によって出迎えられながらジュノン空港に降り立ちました。ルーファース社長はエル・ジュノンで行われるパレードに参加された後、今後のシンナカンパニーについて演説を行うとのことです。新たな時代の幕開けを前に、祝賀会場の予約はありがとうございます。ごちそうさまです。隊長、全員集合しました。集合しました。ミッドガル第7歩兵連隊、揃いました。揃いました。ミッドガル第7歩兵連隊、到着いたしました。今度は間に合ったようだな。パレードがほどなく始まる。心残りはないだろうな。Thank you.
よし、では行くぞ。はっ。準備はいいな。では始め。ミッドガル第7歩兵連隊、気をつけ。クラウド、これから俺たちは世界中が注目する中更新することになる。そして我々の肩にはミッドガル市民の期待がかかっている。失敗は許されないだろう。しかし恐れることはない。隊長が先頭に立ち皆を引っ張ってくださる。我々は隊長を信じついて行けばいいのだ。ですよね、隊長。あ、ああ。最後に決めて。俺たちは優勝するためにここに来た。もちろん社長賞もいただく。それ以外にこのパレードのゴールはない。イエスサー。俺たちは誰にも負けない。イエスサー。俺たちは最強だ。イエスサー。隊長、そろそろ会場へ。エルジュノンへ行きましょう。はい。最近撃ったのはいつだ。5年前であります。今日の式典で撃て。しかしながら。バカ、この大砲の射撃演習は休止中です。ウータイとの停戦条件の一つですからな。構わん。時代が変わったことを教えてやれ。さすがバカ、素晴らしい。ドンパチは気分が高揚しますからな。社長、そろそろお時間です。私はエルジュノンに来ております。ご覧ください、この人の数、そして熱気。皆ルーファース新社長の登場を今か今かと待ちわびています。続いてバイク部隊の登場です。
見てください、あの華麗なドライビング。ここでルーファウス新社長の登場です。お聞きいただけますでしょうか、この歓声。おっと、どうしたのでしょう。発射準備完了。さあ、新時代の幕開けだ。撃てやー。なんということでしょう、ジュノンのシンボルである魔光キャノン砲がなんと発射されました。エルジュノンで開催中のパレードも次が最後の舞台となります。ミッドガルの精鋭第7歩兵連隊の登場です。隊長は力強く宣言していました。ミッドガルの復興を後押しするため必ず社長賞を持ち帰ると。果たしてどのようなパフォーマンスを見せてくれるのか、ミッドガル第7歩兵連隊にご注目ください。左向け、左フォーメーションチェンジ。まだまだいけるはずです。完全にシンクロしています。全く統率が取れていません。最終演武始め。堅実な動きです。緊張しているのでしょうか。まずまずといったところです。舞台の絆を感じます。ノーミスじゃないですか。すべての動きにキレがありますね。ミッドガル第7歩兵連隊による最初のパフォーマンスが終了しました。現在視聴者の皆様からの投票が集計されています。さあ結果はどうでしょう。これは最高の滑り出しとなりました。隊員たちの気合の入った演武に歓声が上がっています。これは次のパフォーマンスも楽しみですね。全体止まれ。第一演武始め。彼らならもっとやれると思います。なかなかいいですね。フォーメーションチェンジ。調子は悪くなさそうです。素晴らしい演武です。これは伝説のパフォーマンスになりそうです。軽やかな動きですね。隊長の指示が完璧です。ミッドガル第7歩兵連隊のセカンドパフォーマンスが終了しました。現在視聴者の皆様からの投票が集計されています。さあ結果はどうでしょう。素晴らしいです。統率の取れた美しい演舞に言葉が出ません。彼らなら
このままパレードのラストを華麗に締めくくってくれることでしょう。左向け、左フォーメーションチェンジ。これは期待できそうですね。前進、これは目が離せません。始め。隊長の指示が完璧です。これは伝説のパフォーマンスになりそうです。素晴らしい演舞です。全体完全にシンクロしています。隊列を変えるぞ。舞台の絆を感じます。軽やかな動きですね。最終演舞始め。全ての動きにキレがありますね。濃密じゃないですか。隊長の指示が完璧です。全パフォーマンスが終了しました。すみません。現在視聴者の皆様からの投票が集計されています。さあ結果はどうでしょう。お聞きください。ミッドガル第7歩兵連隊に割れんばかりの拍手と歓声が送られています。彼らのパフォーマンスは神羅の歴史に刻まれることでしょう。果たして社長賞はどの舞台が手にするのか。注目の表彰式はこの後すぐです。はい、大丈夫です。監視には気づかれていません。奴らと話をする。お前は黒マントを追い。了解しました。休みは終わりだ。黒マントの追跡を再開する。さて諸君、ルーハウス新社長就任祝賀パレード、ご苦労であった。皆の情熱と忠誠心を目の当たりにして、新社長も大変喜ばれている。それではこれより表彰式を執り行う。まずは総合部門より最優秀パフォーマンス賞を発表する。最優秀パフォーマンス賞は ミッドガル第七歩兵連隊。最優秀パフォーマンス賞はしかも前へ。隊員たちが抱き合い、喜びの声を上げています。指揮官が隊長と力強く握手を交わし、壇上へと向かいます。ハイレッカー攻撃により、ミッドガル第7歩兵連隊へ盾が授与されました。いつもは厳しい指揮官も笑顔を浮かべ、観客の声援に応えています。ジュノンの街に称賛の拍手が鳴り止みません。続いて社長賞を発表する。
それでは若、どうぞ。私の父であるプレジデントは、ただの兵器開発会社でしかなかったシンナーを世界一の企業へと発展させ、皆に魔鋼という名の富をもたらした。そんな偉大な父に、まずは感謝の意を表したい。この中継を見ている者の中には、新たな社長が私のような若造で不安に感じている者もいるだろう。しかし、私は断言する。シンラカンパニーは永遠であると。我々は今、多くの問題に直面している。世界は変わらなければならない。古い殻を脱ぎ捨て、勇気を持って進まなければならないのだ。今日はその第一歩となる。私が道を示そう。恐れずについてきてほしい。皆が約束の地にたどり着けるまで、高潔で揺るぎない精神を持って責務を全うすることをここに誓う。さあ、諸君、新たな世界を一緒に作ろうではないか。それでは社長賞を発表する。社長賞はミッドガル第七歩兵連隊。それではタイを代表し、そこの3名上がりたまえ。どうした？たった今ルーファウス社長に指名された隊員たちが壇上へと上がっていきます。ケリー、貴殿たちの力強いパフォーマンスを称え、ミッドガル第七歩兵連隊に社長賞を授与する。おめでとう。ルーファウス社長が隊員たちに賑やいの言葉をかけています。対する隊員たちは万感の思いなのでしょうか、あるいは喜びをかみしめている。この者たちと直接話をしたい。放送を止めてくれ。はい、さっさと動かんか。駆け巡っているのかもしれません。どうなってんだ。すまねえ、ちょっと通してくれ。待て、見ろ。おいおい、何する気だ。せっかくの晴れ舞台だ。メットを取ったらどうだ。クラウドストライフ、素晴らしいパフォーマンスだった。さすが慣れたものだ。下がれ。しかし若、
クラウドストライフ、少々調べさせてもらった。なかなか興味深い経歴だ。気に入ったよ。そこでだ、私と取引をしないか。私はミッドガルの復興に集中しなければならない。市民の生活が元に戻らなければ、シンラは大いに信頼を失うことだろう。その事業に集中するために面倒な雑事を切り離したいと考えている。どういうことだ。親父の代から引き継いだ負の遺産、本社ビルから奪われた古代種の奪回、奪われた研究素材の回収、そしてアバランチの逮捕と処罰、それらすべて私にとっては雑事だ。できることなら解放されたい。もう私たちを追わない、そう言ってるの？ああ、もっとも市民感情までは操作できない。しばらくミッドガルには近づくな。私ももういらない。シンラは変わる。取引だと言ったな。条件は？セフィロスを任せる。古きシンラが生み出したモンスター、過去の遺物、処分したいところだが、社内の調整が面倒だ。受けてもらえるかな？引き受けよう。手がかりはあるのか？クロマントの連中を追う。いい線だ。あの人たちは何なの？あれはセフィロスの、言ってみれば分身。追えばセフィロス本人にたどり着く。北条博士の仮説だ。ああ、ここから登れそう。見ろ、あそこだ。おいおい、今はまずいぞ。
よし、集中。取引は成立だな。約束だよ。会社中に伝える？北条博士にも、タークスにも。ああ、もちろんだ。もう少し、よく狙って。もう一息。よし。やめろ！お、バカ！おい、おい、ケイリー。これがお前たちの答えか。いや、これは。なめるなよ、ドラエヌども。バカ、ヒナを。襲撃者を見つけ出せ。襲撃者を捕まえろ。今のユフィだよね。多分な。どうしよう。ここから離れよう。ルーファースの野郎は逃げた。さあどうする。たった今クロマントを見た。港へ行くらしい。俺たちも行こう。警備がやばいぜ。強化された。変装でしばらくは行けるだろう。あんたたちは先に行ってくれ。俺は残って第七歩兵連隊を港から引き離す。一人で大丈夫？ああ、一人の方がやりやすい。隊長！港で会おう。隊長、ご指示を。これは極秘情報だ。襲撃者はすでにアルジュノンに移動したらしい。俺はこの情報の伝令に回るから、お前たちは先行して捜索を始めてくれ。お言葉ですが隊長、襲撃者とその仲間は我々に紛れ込むため捕捉にも変装しているという情報があります。お一人では危険ですから、我々もお供します。ミッドガル第七歩兵連隊は一心同体です。いや、襲ってくるものがあればたとえ同じ兵装でも敵とみなして戦うしかありません。ああ、そうだな。信用できるのは仲間だけです。港へ降りるリフトまで伝令をして回ったら、アルジュノンに移動して襲撃者の捜索に合流する。ついてこい。イエスサここからだ。隊長を援護するぞ。うっ、
刻む。終わりだ。切り崩す。社長が襲撃されたって本当なんだ。襲撃班はすでにアルジュノンに移動した。俺は伝令をして回っている。そうか、ありがとう。よかったらこれ使ってくれ。遠慮はしない。アルソチの仲間か。狙うぞ。襲撃者はまさか我が隊に紛れていませんよね。俺たちの目はごまかせないぞ。イエスト！不審者発見。足止めのつもりか。お前らが不審者だ。これだ。これでどうだ。ここで仕掛ける。ここまで刻む。受けてみろ。いける。この蹴り消え失せろ。片付いてる。出ろ。何か聞いてないか。襲撃班はすでにアルジュノンに移動した。俺はその伝令だ。ご苦労様。これ受け取ってくれ。
追い打ちだ。引き裂く。失せろ。せな。行くぞ。やっ。消えろ。じゃあ。今だ。とどろけ。倒れません。油断したな。やってやる。蹴り崩す。狙って行くぞ。しまった。迂闊だった。仕切るんだ。油断したな。消え失せろ。えっ、攻めるぞ。行け。えっ、とどろけ。覚悟を。次に備えろ。ねじ伏せるぞ。隙を蹴り。これでどうだ。何くっ、何くっ、すんざけ。切り崩す。覚悟はいい。ここで仕掛ける。沈め。決める。進む。
レードに出るなら言ってくれよ、マイフレンド。バイク隊にスカウトしたのに。残念。マイラディには振られたか。こいつらは観客だ。君と私はすでにレジェンドなんだ。離れてろ。この時をどれほど待ち望んでいたか。君も同じ気持ちだろう。さっさと終わらせよう。焦るなよ、マイフレンド。まずはミュージック。そして照明。これで準備万端だ。それでは。ランデブーと行こうじゃないか。
直しだ。まずいな。仕事だ。一段と早くなったじゃないか、マイフレンド。次は誰だ？そんな無粋な真似はさせないさ。マイフレンドに来る！隊長としてしっかりと部下を率いてきたようだ。さすがはマイフレンド。同じくバイク警備隊を率いた隊長としてリスペクトを送る。そんな部下思いの君にプレゼント。受け取ってくれ。にしろ。良い旅をマイフレンド。